東京市会は1889年5月から1943年6月まで東京市に設置されていた日本の地方議会。1889年5月1日に市政、町村制の施行に基づいて東京15区を市域とする東京市が設置された。東京市は市政特例によって京都市、大阪市ともにいわゆる山都として 一般の市よりも上位に位置づけられ、東京府知事が東京市長を兼務するとともに、従来の区も東京市長の指揮下で、それぞれ単独の区長、区会を持つ変則的な実地体制が敷かれたが、東京、大阪両市有指同盟が特例撤廃を働きかけた結果、1898年10月1日に東京市は一般市となり、東京市長と府知事の役職分離、 東京市役所の設置が実現した。1943年7月1日の東京都政志向により、東京府と東京市が廃止され新たに東京都が設置されたため、東京市会も54年の歴史に幕を閉じた。名称は東京市議会でなく、東京市会が正式名称である。東京市と共に、戦前の六大都市であり、かつ現存する横浜市、名古屋市、京都市。 大阪市、神戸市の都市に設置されている市議会はすべて現在も司会を称している。なお、札幌市や福岡市をはじめかつての6大都市以外で戦後に政令指定都市となった市については市議会が正式名称である。当初は60人が最大限の定数であったが、1911年の市政改正により有権者の増加に合わせて、 定員を増やすことが可能になった。東京市人口の増加と賛成権資格の拡大に伴い有権者も増えてきたため定数も少しずつ増えていった。関東大震災の影響で一時定数減になった時期もあったが、1932年の地域拡大により一気に144人になった。都政志行直前には180人となった。ありがとうございます。